はい、えー、こんにちは、えー、休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校数学、本日は4月の最終日、えー、4月30日、えー、中これ今日は中3数学教科書の第2章に入ってきます、平方根その1ということで、ルートとはということをやります、ここに面積と辺の長さの図が書いてありますけど、まあこ,のなえー、この理解にルートを使うということですね。 私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉ですで私の公式サイトの方には市議としての新型コロナ対策本日から実は軽症・無症者の,あのホテルへの,入,あの入室ができるようになりましてそのことも含めて報告しますのでぜひご覧くださいで、えっと、中学のカリキュラムの方ではこういう、えー、カリキュラムで数学を学ぶ流れになっております ところが3月の突然の休校によって中1中にはこの部分が弱くなっているそして4月の休校はこ,のでここの部分を学べてないのでこの部分に力点を置いて今私が説明するところですで中1は終わりましてすでに YouTube にアップしてます中2もここまで終わりましたで中3の今ここでここに入っていきますそれでは私たちはコロナの危機の中で今休校ということになってるんですがある時に数式を思いつきました コロナえ苦労と苦闘であり乗り切れば幸せの数字7となるはずだということであと、えー、少し頑張っていきましょうそれではえ本日は平方根ということをやりますでこの講座においては基礎的な説明から始めてできれば、あのー、まあ基礎的なことは分かってる人のためにもう少し発展的な入試問題とかも扱うんですけど本日については本当に基礎的なことだけを説明します でちょっと発展的なのは明日以降になりますので、まあ明日以降もぜひご覧くださいで。平方根というのは何かというと、えーまあ、スクエアルートということ、スクエアが平方で、そのルート、ルートというのは、根、まあ、というような意味なんですけど、その平方根は、2乗すると、a、まあ、0か正の数になる数を a の平方根というと、x 以上イコール a を成り立たせる x の値を平方根と言います。 で正の数の平方根は正の数、負の数2つありその絶対値は等しいということです。例えば4の平方根は22乗すると4になる数は2とマイナス2があるんですねだから4の平方根は2とマイナス2という2つがありますで逆に言うと2とマイナス2を2乗すると4になりますだから2乗平方という言葉と平方根というのはちょうど裏返しの言葉なんですね 2とかマイナス2を2乗すると4になると、平方すると4になると。じゃあその平方の根元はどうかということで、4の平方根を、えー、ルートと呼んで、2とマイナス2って言ってるんですね。で、2とマイナス2を合わせて、えー、プラスマイナス2というこう,こういう記号で表現することもあります。で、高校に行くともうこの記号の方が一般的なんですがつい、中学ではこれとこれも平記することが多いですね。それではまあ 式を確認していきますと2の2乗は 2×2 で4だから4の平方根は2というマイナス2の2乗は2マイナス 2×2 でマイナスと消し合って4よってマイナス2の平方根4の平方根のもう一つはマイナス2ということですで0については平方根は0一つだけで、まあ、プラス0とかマイナス0とか書きませんので0だけになりますそれでは平方根 とということでちょっと考え0から10までの数字の平方根を考えてみましょう。0の平方根は0ですね。1の平方根、2回して1になる数は1とマイナス1ですで。2の平方根って、2回して2回同じものをかけて2になる数って、パッと思いつきませんね。小学校的にはで、えーと。3の平方根とも2回かけて3になる数って、これちょっと思いつきません。4の平方根は2とマイナス2を2かけると4なんで、 これはまあ分かりますねで。5の平方根、6の平方根、7の平方根、8の平方根も小学校までの認識では分からない。で9の平方根はまあ3を2回かけると9、マイナス3を2回かけると9ですので、これは分かるで。10の平方根は分からない。この謎の部分をどう表現していくかというのが今日のテーマなんですね。それでは、えっと、きます。 でルートという記号を中学3年生から導入します。ルートというのは、えっと、正の数の平方根、えー、のうち、まあ、正の数をルート A と書きます。で実は高校に行くと、負の数の平方,平方根という考え方もあるんですが、それも高校でやりますので、中学では正の数しか平方根ありません。えー、のうち、正の数をルート A と書き、えー、ルート A と読むと。 まあその平方になるとその数になる根てだということで、ルートというふうに読みます。で負の数である平方根をマイナスルート A と書きますで。こういう屋根みたいな記号を使うんですね。A の平方根は、ルート A とマイナスルート A、合わせてプラスマイナス A と書くこともできる。でルートを今後ルートサインという,いうということですねで。ルート A というのは2回かけて A になる数字なんで、このルート A を を2乗すすると a になります、まあ、ちょうどこのルートというのと2乗がちょうど打ち消し合うというか裏返しの関係ですので打ち消し合うと。で、マイナスルート、えーえー、A の二乗も A となります。さて、でえっと、ちなみに、a、0の平方根は0なんでルー,ト a ルート0というふうに表現することもできるんですが、まあ、これ表現することもできると書いてあるようにあまり表現し,しないことのが多いですけど、まあ、あえて表現しようと思えばできます。 さて、えっと、ルートについての説明ですが、この a という記号で説明したのは、どんな数でも成り立ちますよという、例えばこの a があ、えっと、3であっても、8であっても、23であっても、全部成り立つので、a という記号で数字で、記号で説明したんですが、やはり具体的なイメージがあった方がいいと思いますので、2という数字に置き換えて読み直してみましょう。そうすす。るるとと実感できると言います 2の平方根 x イコール2を成り立たせる数のうち正の数をルート2と書きルート2と読むと負の数である平方根をマイナスルート2と書くと、えー、2の平方根はルート2とマイナスルート2合わせてプラスマイナスルート2と書くことができるでルート2の2乗が2、えー、マイナスルート2の2乗が2ですさてここで余談ですが今皆さん、あのー、長い休校時間の中で、えー 映画や本に親しむ時間を、えー、があると思いますで、ぜひおすすめしたいのが、この博士の愛,愛した数式という、えー、本なんですね、まあここの、この厚さですので十分あ読みやすいと思います、でこの博士の愛した数式というのは、あのと人親家庭、母と息子で住んでる家庭の母が家政婦というか、家のお手伝いの仕事をして息子を養っていると。 でその仕事先が、えー、博士のところなんですね、で博士っていうのは、あのー、大学の先生だったんだけど、交通事故で短期記憶、あのー、まあ、長いこと、えー、物事を覚えられないということになって、身の回りの世話をた頼まれて、この、えー、息子と母が、えー、その博士の家に手伝いに行くんですね。でか家政婦ですので、母だけが行くのが原則なんですけど、次第に息子も行くようになって で非常に面白い話というか、まあ、あの非常にほのぼのとしてあったかい話であるとともに、まあ、博士がいろいろ数学の話を出してくるのであのほのぼのとするとともに数学に親しむことができるという非常に面白い本でなおかつ寺尾明があの博士をやって映画にもなっておりますのでぜひご覧くださいでその冒頭がこうなんですね彼のこととととを私と息子は博士と呼んだと そして、博士は息子をルートと呼んだ、今日の話ですね。で息子の頭の,てっ,ぺんの、えー、てっぺんがルート記号のように平らだったこれ平平ららの間違いです平だったからだということですね。はい、で平らだとこ、これですねここのルート記号が屋根みたいなところ、これ平らで頭息子の頭がこれに行ってたんで、ルートというふうに名付けたんですね。面白いですねさてで、平方根という記号、ルートという記号を導入すると、先ほど謎だったとか表現できると。 えー、2も、えー、の平方間ルート2とマイナスルート2、3の平方間ルート2とマイナス3と,で、えー、と、こういうふうに全部表現できます。で、今まで、えー、4の平方間2とマイナス2、えー、9の平方間3とマイナス3というふうに、まあ、具体的にもうぴったりとあの当てはまる整数があるので、 こう表現もしたんですけど、まあ、あえてこういう風にルート4とかマイナスルート4というふうに書くこともできます。これもルート9、マイナスルート9と書くこともできますけど、これは実際3と同じ意味ということですね。それでは、えっと、平方根を実感していただくためには1、面積の考え方が一番いいんですね。あの、面積の正方形の面積です。で正方形の面積は、 えっと、横の長さと縦の長さが同じでつまり同じものをかけたものが面積になりますので辺の長さが11の面積は1ですねつまり逆に言うと面積1のルートが辺の長さで1になるということですで次面積4の、えー、ルートは縦2横2ですので、えー、ルート4は2ですで、えー、今日勉強したルート1 と、胃腸を導入すると、ルートに面積2。の正方形というのは、小学校的にはここの辺の長さの表現が難しいんですが、ルート2という表現をすると √2 と縦ルートに横ルートに面積3。だったら縦ルート3。横ルート3。面積5。だったら縦ルート5。横ルート5になります。さて、ルート2とルート3とルート5。というのはえ。 あのルートという記号が初めて見た方は、なんか実感できないところがあると思うんですが、実際,実際にある数なんですね。割り切れないけど、実際に存在する数です。でえー、ルート2は1.41421356という、無限にこう数が続いていくんですが、えー、そういう数です。でルート3は1.7320508、の無限に続きます。ルート5も2.2 二三六ゼロは六七九というふうに無限につきます。それでこれ無限についた例えばまあ八桁ぐらいまでやって実際に八桁同士を掛け算するとえまあ非常に二に近い数字が出てくるんですけど、それはそこまで大変ですから一点四という上あの小数点第一位までで計算してみるもう結構近づくんですね一点九六二に近いですね。一点七で一点七三の一点七だけであっても 結構2.89ということで3に近づきますね。で、2.2を2回かけると4.84ですから5に近づきますので、まあ、実際にルート5とかルート3とかルート2というのは1.4あたり、1.7あたり、2.2あたりだという実感ができると思います。さて、この、えー、ルート2とルート3とルート5はそれぞれ語呂合わせが考えられておりまして、人用人用に人身ごろ。 がルートにです、ね、これ人よ人に人見頃ってなんか不審者みたいですけどなんか夜に人を見に行くまあ不審者じゃないですね、まあ、まあじゃないと思うんですけど人よ人に人見頃で次あこれ人波ってな波はあの人波人波におごれやというあの波ですね、えー、人波にお前もちゃんとおごってくれよって,って人波におごれやそしてこっち富士山六なく富士山六なくということですね でちなみに高石智也という人が昔「えー、受験生ブルース」という歌を歌いましたこれネットにも載ってると思いますので、えー、そうすると受験生の悲哀のことが書いてあるんですけどこの、えー、歌詞が出てきますので、えー、ぜひ見てみてくださいさて明日への導入なんですが、えー、ルート2なんていう数字は、えー、そんなに身近じゃないと思うかもしれないですけど実は非常に身近なものがルート2なんですね で一番わかりやすいのが、あの皆さんが勉強しているノートですね、ノートは、これ,まあ、これでもいいんですけど、こういうノートは、これ,これが1に対して、これがルート2なんです。で、ノートじゃなくても、こういう A4 の紙ですね、A4 の紙も、実はこれが1で、これがルート2。 横がルー1で縦がルルーーでで縦ト2なんですねで。これは実は B4 の紙もそうでありまして一般的に今世の中で使われてる紙ですねコピー用紙として使われてる紙は、えー、短い方が1長い方がその1点約1.4番のルート2になってるんですでこれはなぜでしょうかで非常に身近なルート2という数字が実は身の回りあふれてるんですね でなぜかというの,のの説明は明日いたします。はい。それでは、まあ、身近だということだけちょっと感じておいてください。それでは、本日の最後ですが、これまで整数のルートだけをやってきましたけど、分数や小数にも平方根があるんですね。例えば、16分の9というのは、4分の3を2回かける、あるいはマイナス4分の3を2回かけると、 16分の9になりますので16分の9の平方根は4分の3あるいはとマイナス4分の3になりますでルートの前に何もついてなければそれはプラスの平方根正の平方根を示しますで、えー、ルートの前にマイナスがついたはマイナスの平方根を示しますで同様に、えー、っと小数であ例えば0.04という小数は 0.2×0.2 で0.04になりますね であるいはマイナス 2.0.2× マイナス0.2で0.4になりますので、えー、0.04の平方根は0.2とマイナス0.2で記号的に言うとマイナスがついてないルート0.04は0.2マイナスルート0.04はマイナス0.2ということになりますはいということで、えー、本日はここまでで明日発展的な、まあ、特にルートの、えー、こういうこの なぜ紙身近な紙がこう1対ルートになっている話かとか、えー、ルートの発展的な話に入ってきますので、まあ、ぜひまた明日もご,ご覧ください。ご清聴ありがとうございました。